午後のスターティングメンバーは明石、緑間、紫原、青峰、灰崎だ。黒子は後半から出てもらう。いいな。パスの速さを修正する必要がある。え、1軍の動きは速い。2軍3軍よりも一歩早く出さなければ間に合わない。要はタイミングの問題だ。それと影の薄さをコントロールできて初めてミスディレクションは大きな力を発揮する。そのためには感情を表に出さないこと。投手は必要だ。だがそれは秘めろ。わかりました。ボールが曲がった。赤チンのところから来るはずのないタイミングでポコポコパスに入る。超楽。機能することでここまで変わるのか。